ドジャース、ベッツ、マンシー復帰後の得点数。1試合平均得点数 6.2 点。投手がブリってもそれ以上の点取って勝つ試合が多すぎる。8セーブみたい。重要度は野手先発投手リリーフだからな。MLB でリリーフ重視してるアホ球団なんやろ。とは言ってもチーム防御率は地区1位だし別に悪くない。絶対ポストシーズン負けるチームやん。短期戦は中継ぎより先発ちゃうか。中継ぎ崩壊してたらプレイオフ絶対負けるじゃん。総年俸9位ってのが驚きだわ。そんな低いんか。ポストシーズンも打ちまくれるか。毎年打てなくなるけど。ほんま投手戦見なくなったなこのチーム。かつての山賊打線やな。脳筋集団っぽい。実際には弱なんよな。めちゃくちゃ分析して選手をレベルアップさせて勝ってきたチームや。シーズンなら試行回数いっぱいあるからいいけどポストシーズンはあかんのよ。イチロー発表してそう。PS でも打ちまくれればなんとかなる。ガチガチに対策されてなんとかならんチーム割とあるけど。下位打線も一発あるから強いわ。力こそパワー。大谷とテオスカーがいなかったら今頃地区3位。例年より勝率低いとはいえ主力のベッツ山本長期離脱、カーショーグラスノーもちょいちょい離脱してたんやしそんなもんやろ。首位保ってるのはさすがって感じだわ。いて前打線かよ。大谷ベッツフリーマンの先頭打者からの3連発は、バース掛布岡田のバックスクリーン3連発に匹敵するな。